はい。では、東アデリンのセレニア図書館に向かいます。あら、さん、どうしました？若い姫様は見なかったですか？それでしたら、ほら、あちらにいらっしゃいますよ。先ほどお見えになりまして、ここのところ、森の異変を調べるためとかで、何度か来ていたのですが。ご存知ですか？アデリンの街中で、新たな事件が起きたとのことですよ。今日はそれで調べたいことがあるとか。ちょうどよかったかも。あなたにも相談したかったから。あ、違います。兄様のことじゃなくて。もちろん、それも大事だし、引き続き調べていたところなんだけど、悪霊付きが出たんです。あ、こんなこと、急に言われてもわからないですよね。とある女性が、最近になって、不審な行動をするようになったの。不審っていうのはね、夜中にこっそり家を抜け出そうとしたり、こんな風に、ぼーっと上を見ていたかと思うと、急に意味の取れない言葉で話し出したり。なんでも、街の外まで出て行こうとしたこともあったとか。何を調べていた？さっき読んでいた本。え？なぜ私がその事件を調べているのかですか？実は、ホリミオさんはパイオニアワークスで重要な役職についていて、貿易にも携わっている開拓推進派の一人でもあるんです。ここで調べをしてからお家に伺ってみようと思っていたところで、だから本当にすごくいいタイミングでした。できれば一緒に行ってほしいんです。少し兄様の時と似ている気がして。え？似たような事件を知っている？まさか。じゃあとりあえずそのエルムリックさんのところに行ってみましょう。はい。では、ケイザックに向かいます。はい。では、エルムリックに話しかけます。ああ、君か。それと、若い姫様。すごいな。本当に親しいんだな。ああ、あの娘なら、無事に意識を取り戻したので、家まで送り届けたよ。家はどこ？家はどこかって？確か、女神像広場の通り沿いだったか。ホリムンさんって。その人です。私が聞いていたのも、東アデリンに住む、ホリムンさんの一人娘の、ナイリーネさん。すぐに行ってみましょう。はい。では、東アデリンの HQ に向かいます。ああ、一体、どうしてこんなことに。おやおや、汚れ払いに失敗しておきながら、まだ似たようなことを言いますかな？これは、禁じられた開拓を進めたための森の呪いです。間違いない。呪いにかかったのが、開拓を進めたため、という点は同意しますが、原因は全く違いますね。全く、何を見ているのやら、これは、我々の開拓を邪魔しようと企む、邪悪の、陰謀に違いない。私の見立てでは、魔女の呪いかと。あ、魔女だと？災いを振りまくために魔法を使う輩のことか。そんなものがどこにいる？いるではないですか。我々もよく知っているはず。属性に恨みを抱き、断るごとに悪意によって我らに災いをなそうとする輩。古部下のお邪魔虫な虫キャラたちがいるでしょう？まさか。そなたは、この剣をあの者たちの仕業だと？は、バカバカしい。あなたたち、エクソシストは、あの者らにいつもいいように、引っかき回されているから、そんな妄想を抱くのだ。気づてなりませんね。エクソシストをバカにするということは、我らがオサ、ボルティミア様をないがしろにするということですが、それでよろしいか？またこんなところで、いさかいを。
そんな場合じゃないのに。あしらを並べよう。あ、ありがとう。そうだね。こんな時こそ、冷静にならなきゃ。でも、こんな諍い、黙って見ていられない。止めなきゃ。なんでね、君は。また、あなたなの？銃の国の冒険者。それと、あしら姫。お願いですから、無益な諍いはやめてください。一体、これはどういうことなのですか？どうもこうもないわ。この一件は、呪いよ。ちょっと待ってください。その前に、オリミオさんに話を聞かないと。娘さんの、ナイリーヌさんに何が起こったんですか？詳しく教えていただけませんか？はい。と言っても、私どもにも何がどうなっているのやら。ピースキーパーワークスでお話しした通りなんですが、ここ最近の娘の行動がおかしいのです。夜な夜な外を徘徊したがり、放っておくと街の外にまで出て行こうとする。まるで何かに操られているかのようなのです。だから、呪いだと言っている。しっかり、何度も言わせるな。すみません。ちょっと待ってください。続きお願いします。これ以上のことは、最近では、話しかけても、とにかく一日中、ぼーっとしているような感じで、時折、誰もいない方に向かって、聞いたこともない言葉で話し出したり、夜中に起き上がっては、どっかに行こうとしたりと、そんな感じなのです。今回は、うっかり私どもが目を離した隙に、家どころか、街の外まで出ようとしたみたいで。ビバック駐在の方が、連れて帰ってくれなければ、どうなっていたか。ナイリーヌさんは？今は、隣で寝ております。そうですか。それで、あなたたちは、ナイリーヌさんは、呪いにかかっている、というのですね。そして、イングリッドさんは何か心当たりがあるようでしたが。ええ、この呪いには覚えがある。中の国を旅していて知ったことですが、悪霊に呪いをかけられ、日ごと夜ごとに街をさまよう人間の話があるのです。その証拠に、彼の地では毎年、悪霊たちに扮した人間の後をふらふらと追ってあげく、お菓子を巻き上げられるという風習がある。あれは、過去に実際にあった事件が元になっているんだと思うわ。なんと奇妙な風習が、なぜ悪霊にお菓子を振る舞う必要があるのだ？あれは、悪霊に見入られて魂が汚れた人間から悪霊を払う儀式が祭事化したもの。うぬ、そのようなことが。ま、冗談ですけどね。何？カサル殿、もう少しお勉強なさった方がよろしいかと。私は、ウルブカの外の世界も、十分に、見聞してきているんですよ。近年、州の国では、古の魔女との降霊に成功しました。ご存知？闇売りの、魔女？その名前くらいは知ってるよね。さすがに、長期式でも、一目置かれているだけはあるわ。じゃあ、森に潜んでいるあの者らが、闇売りの後継者と噂されている件は、信じられないことだ。あの者ら、複数なんですか？その者たちは？そう、この事件、間違いなく魔女による呪いです。ブラックソーンダーによるものかと。ブラックソーンダー。あの者らは、常に三人一組で行動する魔女たちだと言われているのですが、過去にも何度もウルブカの東の地で夏めいた実験を繰り返し、開拓の邪魔をしてきました。我々、エクソシストたちの追っ手を振り切り、森の奥へと逃げ延びては、また現れて厄介事を引き起こすという、まさに最悪の魔女。あなたの娘は、その魔女たちに呪いをかけられたのです。それは違います。違う、と思います。確かに、彼女らは、最悪の魔女と呼ばれていますが、そのような恐ろしいことをする人たちではありません。それに、
ナイリーンさんの件については、こちらにいるさんが情報を得ています。ですよね。話してもらえますか。お？森の精霊の仕業かもしれないと説明する。そうか。精霊に呼ばれて。ということは。いやいや、まさか。わしらの馬でこんなたわごとを信じなさるか。そもそも、根拠は何だね。根拠はあると思います。実は、入った時から気づいていたのですが、この家の中には精霊の気配があります。残り香みたいなものをかすかに感じるのです。私は彼らとは何とかの付き合いがありますから。詳しく調べてみないと確かなことは言いませんが、私はの言うような可能性もあると思っています。は、話になりませんな。よりによって精霊の残り香などと、これは森の呪いですぞ。ポリメア殿は開拓推進派の中でも重鎮。故に必要なのは森の怒りを鎮めること。私はこれより、レーザースプーン家の屋敷へ戻り、祈祷の手配をする心づもりですぞ。ポリミア殿、我々にお任せを。イルドベールさんも賛成してくださるでしょう。ですから、娘さんの呪いを解いた際には、ぜひ我らの言葉を真摯にお聞きくださるよう。呪いを解けば、ね、無理だと思うけど。ふん。言っておるがよい。小娘どもの誰事には付き合ってられんわ。待ってるがよい。私の言い分が正しいこと、証明してみせよう。無駄なこと。たかが祈祷などで魔女の呪いを解くことができるものか。呪いを解く方法はただ一つ。最悪の魔女たちを討伐すること。いい？待ってなさい。私は、ボルティミア様と魔女の討伐計画を練るつもり。ウルブカのオジャムシたちを今度こそ根絶やしにしてやるわ。それでこの事件は解決する。なんということだ。一体私は誰の言うことを信じればいいのか。ロスレイシャの身に何か反応ある？何も反応がない。ということは、この件にリフキンたちは関係ないってことだよね。じゃあ、カサルさんの推測は間違いかな。森の呪いだったら、きっと何か反応あるはず。私は、最悪の魔女たちも関係ないって思ってるから、これって、やっぱり、の言うように。アシラ様、娘を、どうか。もちろんです。それで、一つ確かめたいことがあるんですけど、ポリミアさん、この部屋の中には、ひときわ強く、精霊の気配を感じます。何か、最近新しく増えたものってありますか？例えば、ウルブカの森から持ち帰ったようなものとか。と、言われましても、開拓を推進する立場とはいえ、私自身が森に行ったことがあるわけではないですから。そういえば、少し前にマーケットで、奇跡を一つ手に入れましたな。ウルブカの奥で採掘されたものという振り込みでして、私の知る限りどんな宝石にも似てはいませんで。奇妙な形をしていて、手のひらに余るほど大きく、赤いのに覗くとまるで太陽のように黄色く輝いておりました。高い宝石にはあまり興味ないんですが、珍しい岩とか奇妙な形をした木の枝や根とかを集めるのが趣味でしてね。商売をしておりますと、そういった珍しい品にはついつい目が行くのですよ。このような趣味は商人には多いのではないですかね。奇跡、奇岩、奇技の類を集めるような。あの岩も大昔なら神秘的な何かが宿ったものとして建て祀られそうな感じのものでしたな。まるで造形の神が作りたもうたような。と、神を流すのはいささか不謹慎ですかね。そういえば娘が欲しいというので譲りましたが、今思えば娘がおかしくなったのはちょうどその頃からだったような。やはり。それでナイリーンさんにも直接お会いしてみたいんですが。わ、わかりました。娘の寝室はこの隣の部屋になります。
あなた、またあの子が。抜け出したか。今言ったら、部屋の窓が開いていて、あの子の姿がどこにも。く、しまった。すぐに探さねば。私たちも探しに。どこを探したらいいかな。町から出た、先の森。やっぱりそう思う？精霊に呼ばれているって思ってるんだ。私も同感。多分、あの子たち、精霊に、ナイリーンさんが悪いことをされることはないと思う。でも、もし森の中に入ってしまったら危ない。堀宮さん、町の中を探すのはお願いします。私たちは森への出口の方に向かっていますから。奥さんは、ここを動かないで待っていてください。何かあったら連絡を入れます。は、はい。わ、わかりました。はい、ということで、今回はこれにて終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして、概要欄に Twitter のリンクも貼っておりますので、よかったらフォローもお願いいたします。それでは、またです。